あ、どうも皆さんこんにちは、221系と急に姫路駅に連れてこられた225系です。で、何ですか急に僕を呼び出して。僕、これからいろいろやることがあるんですよ。まあそれは後日できればいいとして。え、では早速、今回も鉄道企画を発表するわよ。まあ企画次第でやる気が変わりますが、とりあえず発表を。OK、では早速発表するわよ。今回も鉄道企画は、鉄道企画は225系しか乗ってはいけない鉄道縛り企画よ。あの、これは、先輩やっぱり帰りますね。うん、ちょっと待ちな。あの、またこの企画やるんですね。もちろんよ。あと今回は225系しか乗ってはいけない縛り企画ですか。なんかもう嫌な予感がするんですけど。まあ細かいことは気にしなくていいわ。それで、今停車しているのは後ろが225系の車両ね。ちなみにこれが証拠よ。あれ、これ見た目が違う225系ですか。まあ、見た目がクモハ224でも225系と一緒だから大丈夫よ。では早速225系に乗車するわよ。あ、もうすぐ発車時間なんですね。急ぎましょう。乗車して数分後、駅そばがある姫路駅を発車しました。駅そば、ああ、あれね。確かこのホームにある駅そば招きのことで合ってるかしら。ああ、それで間違いないですね。で、先ほど映像に映っていましたよ。あれ本当だわ。気分反対の景色見てて全然気づかなかったわ。少しカメラを回すも遅かったけど、今は東姫路駅を通過したところね。東姫路駅は2016年に開業したので意外と最近。と言っても開業してから8年経ってるわよ。あ、そうでした。そしてここから新幹線高架が見えなくなってるけど。あ、貨物列車の車両基地みたいなのが見えてきましたね。これは車両基地って言えばいいのかしら。そして反対方面に貨物列車が通過ね。これは EF210 形式ですね。前に見た EF66 は今元気かしら。高原駅を通過して間もなく加古川駅に着くんだけど、今回は最初に加古川駅に降りて次の225系が来るのを待つわよ。あ、最初は加古川駅に降りるんですね。この駅では加古川線の車両も見れるから、ここで少し撮影したいわね。まあ僕は早く姫路駅に戻りたいんですけど。そして加古川駅に着く前に国金の鉄橋を渡るわ。まあこの鉄橋を加古川東洋って呼ぶみたいですね。そうなると前気分が走っていた221系と加古川東洋のコラボがもう取れないわね。221系さんも神戸線撤退しましたからね。まああれから223系が無口なんですが。あの車両一体何があったのかしら。カットして加古川駅に着いたんだけど、この駅では反対側に普通車が接続待ちしているのよね。そして今止まっているのは223系ですか。今止まっている普通車の見送りって225系が来るのを待ちましょうか。まあいつ225系がやってくるのかわかりませんからね。この後この鉄道縛り旅の地獄を見ることになるのを、2車両はまだ何も知らなかったのです。だからそういうこと言うの早めてくださいって言いましたよね。到着時間まで休憩してもうすぐ普通車がやってくるんだけど、先に反対方面にやってきたのは223系ですね。それと先ほど電光掲示板も見てきたんだけど、神戸線普通車は連結されずに駅に入線してくる車両が多いから、もし連結されてない223系が来たら見送り確定ね。と言っても西明石駅で普通車は快速に変わりますけどね。そして最初にやってきた車両は、あ、223系ですね。まあ今回は225系縛りだからこれは見送りね。でも反対側に新快速が来るから、ここで225系が来たらいいんだけど。あの、やってきたのは223系ですが。嘘。まあでも後ろに225系が連結されているかもしれない。あと後ろも223系ですけど。ちょっと最後までセリフ言わせなさいよ。そして223系普通車を見送ります。次もしかしたら神戸線に221系がやってくるかも。そんなことないから諦めな。先輩悲しいこと言わないでください。って反対に225系がいましたよ。自分はこっちの見た目の225系が好きだわ。では次にやってくる車両を撮影しますよ。次は225系かまたまた223系か。僕は次で225系が来ると思うんですが。あ、あの見た目はやはり先ほど見た223系でしたか。この車両が連結されてないから223系で確定ね。もし後ろに225系が連結されていたら先に進めますけどね。でも大丈夫、反対側に新快速がやってくるから。先輩何か言いたいことが。そうね、一つだけ言いたいのは、私の未来予期が外れたわ。その後加古川駅にやってきたのは223系ばかり。大阪方面に225系は来ず、逆に姫路方面には225系がやってくる。あのこれ先ほど撮った映像なんですが。そんな中、225系は一つあることを言った。その一言は、あ、あの、先輩、やっぱり223系に乗りましょうか。ダメに決まっているでしょうが。
やばいやばい、いつの間にか電車が来ましたよ。いきなり映像ブレブレなのね。そして次に乗るのは新快速、大見松行き。そして連結されている車両は。あ、後ろの車両225系よ。やった、これで先に進めますよ。では急いで乗車して。30秒後、加古川駅を発車しました。そして反対の一番、乗り場にスーパーワクトがやってきたわね。とう、スーパーワクト似合う確率多くないですか？いや、それは気のせいじゃない。ちなみにこの大見塩津行きは、米原駅で連結を切り離すみたいね。これは前にいた米原旅で連結切り離し車両を見たらしいですね。まあ、切り離された車両は米原駅から各駅停車になりますが。そして今映っているのが姫路駅で見た新幹線高架と合流したみたいね。まあ、今は別々に分かれて走っていますけどね。それで、次に止まる駅は西明石駅だけど、225系は西明石駅か明石駅か、どっちに降りるかしら？え、僕はどちらでもいいですけど。オッケー、じゃあ、西明石駅を発車したところからカットね。やっぱりそうなりますよね。そして西明石駅にはアドス総合車両所があるんだけど、まあ、すべて207系と321系が多いですね。まあ、今映っているのは207系しかいないんだけど、その先を進めば103系、スカイブルーが。この車両はいつまでアドス総合車両所にいるんでしょうか。そしてその先にいたのが国鉄145系電車。この車両は101系の改造名義で製作した単独電動車よ。あ、この車両は145系なんですね。僕、今までこの車両の名前がわからなかったので助かりました。カットして、次の目的地である明石駅に到着。そしてここから快速225系に乗り換えるわよ。ということは、隣の駅ホームにワープですね。うん、私たちワープ能力持っていないわよ。2番線ホームに移動して、次は快速米原行きですか。ここで一発で225系が来たらいいんですけど。あ、その点については大丈夫よ。この後やってくる米原行きは、絶対225系がやってくるから。え、それ本当ですか。大丈夫よ。私を信じなさい。本当にその言葉を信じていいんでしょうか。13時59分、間もなく快速米原行きがやってきます。これで225系が来たら、最後の目的地、神戸駅に進めるわね。え、次で最後なんですか？あれ、嬉しくないのかしら？いや全然そんなことないですよ。なんだろう、なんかちょっと区間が短いような気がするんだけど。あ、電車来たわよ。話遮らないでください。で、これはもしかして、225系じゃないですか？だから言ったでしょう。次225系が来るって。まさか本当に先輩の未来予期が当たるとは。まあ実は加古川駅で普通車がやってきた時に225系が来たのを知っていたけどね。では米原行きも225系に乗車しました。そして明石駅を発車し、最後の目的地神戸駅に目指すわよ。ちなみになぜ神戸駅に降りるんでしょうか。僕は三宮駅や大阪駅に降りた方がいいと思うんですけど。その理由は秘密。あ、そうですか。映像を切り替えて車内表記を確認しているんですが、次は迷子駅に停車するわね。まあでも関係なくカットするけど、ちょっと最後まで説明させてくださいよ。カットした場所が迷子駅の隣、垂水駅。隣に山陽垂水駅があり、今は山陽5000系が発車したところね。山陽5000系はクロスシートがあっていいんですよね。そして次の停車駅は須磨駅なんですが、あ、隣に桜が咲いているわね。須磨浦公園の桜、いいですね。今度どこかでお花見したいですね。早めに行かないと桜切ってしまうわよ。う、それもそうですね。カットして須磨駅を発車した後に新快速と合流。しかも後ろが225系よ。あとこの車両の行き先は安行きですね。って話している間、もう先に行ってしまったわね。そして高架駅である新長田駅を通過した後、ここで見たのは新快速と快速&普通車で分かれている線路よ。下の路線が新快速で、上が快速と普通車が走る路線ですか。なんであそこの路線が種別ごとに分かれているんでしょうか。あれ、前にその疑問が気になって223系に質問したんじゃないの。いや、その後223系にその質問聞くの忘れてました。うん、その質問聞くの忘れてどうする。今神戸です。神戸を出ますと元町に停まります。兵庫駅を発車して、次が最後の目的地である神戸駅。神戸駅を降りて225系を見送った後、この動画を終わるわ。あ、そういえば最後の目的地は神戸駅でしたよね。やった、これであの鉄道縛り旅が解放される。あれ、何か言った？え、いや何にもないですよ。カットして無事に神戸駅に到着。そして新快速の225系を見送ります。本当はもう少し225系を乗りたかったけどね。あ、本当はまだ225系縛り旅を続ける予定だったんですね。ちょっと休憩して、これから神戸駅を出るんだけど、その前に挨拶をして動画を終わるんですよね。そう、その通り。僕は早く姫路駅に戻りたいので、挨拶して動画を終わりましょう。先輩、君はたまにせっかちになること多いわね。オッケー、では最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。
そういえば225系、これで225系縛り旅は終わりだけど。え、これで終わりだけど？まだこの鉄道旅は続くわよ。僕はいつになったらイメピ駅に戻れるんですか？